この時間は北浜博士のデリバティブ教室です。お話は大阪取引所金融リテラシーサポート部の玉岡慎一さんです。玉岡さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はまずはじめにイベントの開催報告をお願いしたいと思います。先日おっしゃってましたよね、まずはストボフォーラムのご報告ということでしょうか。ご参加お疲れ様でございました。はい、こちらこそありがとうございました。JPX さんは東京、名古屋、神戸すべてのイベントにご参加いただきましたが、どのような形でご参加いただきましたでしょうか。はい、今回 JPX はブースの出展やミニセミナーを通じまして、主にデリバティブのプロモーションを行わせていただきました。はい、玉岡さんもご参加されたと伺っておりますが、いかがだったでしょうか。はい、私は9月28日の名古屋会場にお邪魔したんですけれども、はい、個人投資家の方の熱量が非常に高まっているのを感じました。ブースではデリバティブに関する資料や非売品のグッズをお配りしたんですけれども、多くの資料があっという間なくなったりですね、デリバティブに対する関心も高まっているのではないかと、そういう期待を抱かせる参加となりました。資料が足りなくなったということですね。はい、他の会場も多くの方にご参加いただいて非常に盛り上がったようですけれども、次に、前回ご紹介いただいた玉岡さん企画の貸切列車イベントについてもご報告いただけるということですね。先日お話を伺った通りですが、はい、どうだったですか。はい、11月9日土曜日、京阪電鉄の列車を貸し切った金融経済教育イベント、電車で新しい株式投資を学ぼう株オフトレインを開催しました。はいはい、ストックボイスさんに告知のご協力いただいたこともありまして、おかげさまで満員となる約100名の方にご参加いただきました。それはそれは、このイベントにはストックボイスでおなじみの人も参加されてたということですね。はい、ストックボイスのレギュラーキャスターとしておなじみの桜井英明さんと福永博之さんにもご参加いただきました。はいはいはい、このほかですね、個人投資家に人気のあるいわゆるインフルエンサーの方にも多くご参加いただきました。これイベント名に株オプとが入ってますけれども、前回お話しいただいた株オプ有価証券オプションの紹介もあったということでしょうか。はい、今回のイベントは投資未経験者から投資の経験者まで幅広くお楽しみいただくことをコンセプトにしていましたので、はい、新しい投資の形としての株オプについてもご紹介させていただきました。このイベントも非常に盛り上がったということで、かなり良かったですね。こうした取り組みを通じて個人投資家の裾野が広がるということを期待したいと思います。はい、それでは次にデリバティブマーケットの状況についてお願いいたします。はい、今回は2024年10月のデリバティブマーケットの状況となります。はい、2024年10月の JPX デリバティブ市場における全体取引高は約3280万単位となりました。10月は大きな相場の変動要因に乏しくて、また株式市場も国内外の政治動向ですとか企業の決算動向を見極めたいといういわゆる様子見モードになったことから、取引が落ち着いた状況となっています。そうですね、10月って言いますと株式市場もちょっと盛り上がりに欠ける展開でしたからね。はい、はい、ありがとうございます。それでは今月のトピックスに移りたいと思いますが、今回はどのようなお話をいただけますか。はい、前回までデリバティブの代表的な商品である先物取引とオプション取引の特徴などを通じてデリバティブの基本についてお話ししてきました。はい、今回からこうしたデリバティブの取引はどのようなルールに基づいて行われるのか、我々 JPX デリバティブ市場におけるルールを中心にご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。今回は JPX におけるデリバティブの取引時間についてご紹介します。取引時間といえば今ホットですね。先週5日に東証の取引時間が30分延伸されました。はい、同じく JPX グループのデリバティブ市場の取引時間はどうなっているんでしょうか。はい、JPX のデリバティブ市場における取引時間は商品によって異なります。この中で最も認知度が高いのが日経平均株価やトピックスを原資産とする指数先物、指数オプション取引かと思いますが、これらの商品の立ち会い取引の時間は日中取引が8時45分から15時45分まで、夜間取引、通称ナイトセッションが17時から翌朝6時までとなっています。はい、このデリバティブ市場の取引時間は東証の取引時間変更に合わせる形で変わったというところはあるんでしょうか。はい、
こちらの図の赤字で表記されているところが今回東証の取引時間の延伸に合わせて変更となった部分です。はい、そうですね。今回東証現物市場の取引終了時刻がこれまでの15時から15時30分に30分延伸されたことに伴いまして、指数先物指数オプション取引や商品先物商品オプション取引の日中立ち会い取引における取引終了時刻もこれまでの15時15分から15時45分まで30分延伸されています。はい、また日中取引に続く夜間取引通称ナイトセッションの立ち会い取引の開始時刻がこれまでの16時30分から17時と30分後ろ倒しになっています。なるほど、これそれぞれやっぱり30分変わってるんですね。で、まあ、この図を見ます、拝見しますと、夜間取引の取引終了時刻は変わってないということですね。はい、従いまして東証の現物市場と違って1日における総取引時間には変更がないという形になります。なるほど。で、これお話を伺ってますと、東証の現物市場と大きく異なるのは JPX のデリバティブ市場には夜間取引があるという点ですよね。はい、おっしゃる通りでして、JPX のデリバティブ市場における大きな特徴の一つが夜間取引です。この夜間取引は通称ナイトセッションと呼んでいるんですが、このナイトセッションは2007年9月にスタートしました。夜間取引の開始当初は終了時刻が19時であったため、イブニングセッションと呼んでいたんですけれども、はいはい、そうでした。はい、取引の拡大に合わせる形で順次取引時間を延長しまして、2021年の9月から現在の翌朝6時までとなっています。これナイトいわゆるナイトセッションが始まったのはどういう経緯からなんでしょうか。皆さんご存知の通り、世界の金融市場の中心はやはりアメリカ、ヨーロッパです。欧米市場がオープンしている日本の夜間から朝方にかけての取引ニーズの高まりを受けて設けられたのがこのナイトセッションというものになります。はい、でこの実際ナイトセッションではどのぐらいの取引が行われているんでしょう。はい、こちらのグラフをご覧いただきたいんですけれども、ナイトセッションの取引は順調に拡大しています。また1日全体の取引に占めるナイトセッションの割合も高水準で推移していまして、欧米市場の相場が大きく動いた時などは1日の取引の半分以上がナイトセッションによるもの、そういう日も珍しくなくなってきています。なるほど。まあ、このナイトセッションは東証の現物取引にはないものですけれども、デリバティブの取引を行っていない人にとっては関心がない方も多いかもしれません。はい、でこうした方に活用していただく方法はないんでしょうか。はい、デリバティブの取引を行っていない方にとってもこのナイトセッションは役に立つ情報を提供しているという側面があります。具体的に言いますと、ナイトセッションにおける各商品の値動きは欧米の株式市場や為替市場などの動向を一定程度反映したものとなります。つまり日本の株式市場がクローズしている間、例えば日経225先物やトピックス先物のナイトセッションの値動きをチェックしておけば、翌朝再開される日本の株式市場の方向性をある程度予測することができます。これを我々はナイトセッションの価格発見機能と呼んでいます。なるほどね。で例えばこれ夜間に欧米市場で FOMC などのまあイベントがあると、その内容によっては欧米市場が動くだけではなくて、翌朝の日本市場にも影響を及ぼすことがありますよね。はい、でその影響がどのようなものになるか、このナイトセッションの動きをチェックしておけば参考にすることができるということですね。はい、おっしゃる通りかと思います。少し古い例にはなりますけれども、こちらではですね、2016年のアメリカ大統領選挙の投開票時における日経225先物中心元月の値動きをご紹介しています。はい、この選挙では当初民主党のヒラリー・クリントン候補が優勢とされていましたけれども、最終的に共和党のドナルド・トランプ候補が当選するというサプライズがありました。はい、この時の日経225先物中心元月の値動きを見ますと、まず日本時間の11月9日日中、予想に反してトランプ候補の優勢が伝えられると、赤い点線の日経平均株価、そして青線の日経225先物とも急落して1000円近く値を下げて取引を終えました。ただその後
ナイトセッションではトランプ新大統領の経済政策に期待する声を受けて米国の株価が小幅高になったこともありまして、うん、ナイトセッションの日経225先物は1000円高と大幅に反発して、この値動きが翌日以降の日経平均株価に引き継がれる形となりました。まあそうですね、こういうことありますもんね。まあ、今回の大統領選挙で大きなサプライズはありませんでしたが、 FOMC などこれ欧米のビッグイベントの際にはやっぱり活用できますよね、十分にね、この動きというのは、はいはい、でそしてこのデリバティブ JPX のデリバティブ市場は祝日にも取引を行っているということを伺ってますが、はい、JPX のデリバティブ市場では2022年9月から祝日取引を実施しています。もう2年以上になりますか。この祝日取引始まった背景はどういうものなんですか。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ここ日本は欧米諸国と比べて祝日が多いとされています。この日本の祝日においても欧米市場の動向を踏まえた取引を行いたいというニーズは昔からあったんですが、うん、はい、そのニーズに応える形でこの祝日取引を導入することになりました。うん、この祝日取引も取引自体はこう活発に行われているんでしょうか。はい、次にこちらでグラフをご覧いただきたいんですけれども、こちらのグラフではこれまで実施した祝日取引における取引高と平日取引との比較をお示ししています。はい、日によっては平日取引に匹敵する取引高となる日も出てきていまして、例えば今年4月29日の祝日取引はその日の円相場が乱高下したことを受けて取引が大きく膨らみました。なるほど。うん、これ先ほどのナイトセッションと同じように日本の株式市場がクローズしている状況での取引となりますので、祝日明けの株式市場の動向を予測するための参考になるわけですね。はい、おっしゃる通りかと思います。うん、まあ、今日お話ししたナイトセッションと祝日取引、うん、こちらの値動きに注目してですね、うん、まあ、皆さんいろいろと参考にしていただければと思います。なるほど。はい、本日はここまでとなります。玉子さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間は大阪取引所金融リテラシーサポート部の玉岡慎一さんにお話を伺いました。